いや吉谷さん、速稼塾の久保です。私ね、本質って言葉をね、聞くとね、本当にちょっとこう笑えてしまうっていうかね、なんか滑稽だなと思うんですよ。その源流ってのは、まさに吉谷さんがね、前回言われた漢字も書けないのにセミナーができるとか、漢字はできない、暗算もできない、でもお金を稼ぐことはできますよと。で、皆さんは漢字すごくできると、で、暗算もできると、いろんな学歴がある、でもなんでお金に困ってるんですかみたいなね、この落差がねすごく面白いなと思ったところから始まって、本質っていう言葉を使う人に限ってその本質論に説得力がないなっていうふうに気づいたんですよ。で、本質はねこうなんだよって時に、本質っていうハードルをグッと上げちゃうんですよ。で、本質って言った後の中身がもうね、100人中100人がわけわかんないっていうかね、ペラッペラなんですよ。だから説得力がないから本質だよっていう風なマウンティングを取ってね、文句言えないようにしてるんでしょうけども、私には通用しないんですよ、そういうのは。本質か、それがお前が勝手に思ってるだけだろうとか思ってね、滑稽になっちゃうんですけどね。それからというものを、私はこの本質という言葉にね、騙されないようにしないといけないなと思ったんですよ。で、今でもね、私の動画とか、まあ、Facebook 書いたりとかするとね、それにまあいや違うんで、久保さん見えてないけどこうなんだよっていう風なね、素晴らしい論理をね展開する方がいるんですよ。でもその方って、私が記事を書かないと、なんかね、その表現できないんですよね。ちょっとこう気の毒というか、それだけ素晴らしいことを知っていて、裏の事情を分かっていて、論理的な解析ができるんだったら、なんであなたにファンがつかないのかなと思うんですよね。だから結局は、伝え方が悪いのか、伝えてる内容が陳腐なのか、人に認められるようなことを表現しているのかどうかってことに尽きるんだと思うんですよ。でね、やっぱり分かっていただけない、多くの方に分かっていただけないんで、私のコメント欄とかにくっついてきて、アクセスの高いところにこうね、乗っかってきてみたいなことをするんでしょう。まあそれはね、私全然、私の作戦でもあるんで OK なんですけども、その本質論をね、まず本質としてはねっていうふうな前提を書く時点で、その下全然読まないですよ、私はね。本質じゃないんで。大体本質ってなんであなたが知ってるのって話じゃないですか。あなたが勝手に思ってるだけを、それを信じてもらえるように本質って言葉から攻めてくるんですよね。だからこの形がね、本当どこに行ってもあるんで、せっかく立派な方でも、私はこの言葉が頭についてくると、言葉の頭についてくるとね、一気に興味がなくなっちゃうんですよね。まあもちろんね、本当の本当の本質を語ってる方いるかもしれません。でもそういう方は多分私に出会ってないだろうなと思うんですよ。私がね、こうやって本質論とか全く無頓着なんで。だからもし本質論を語るんだったら、本質っていう枕言葉をつけずに、いろいろと、ね、論理を展開した後で、というのが本質だというふうに捉えてるんですけども、いかがでしょうかみたいな感じだったらね、まだ内容を聞けるんですけども、残念なことに最初に本質ですよとかね、これですよってからね、いわゆる脅しをかける感じで、自分でね、なんかね、話の内容のハードル上げちゃうんですよ。だからあんまり頭言葉に立派なことをつけると、あ、じゃあ相当高いレベルでこの人は話してくるんだろうなと思うんで、聞いてみると、なんやこれみたいなことになっちゃうんでね、私には通用しないかなというところでございますね。私には通用しないなんて言葉言ったらまた偉そうなんですけどね。まあこのことビジネスに関しまして、特にアフィリエイトとか転売とか、その投資事に関しましては、私はちょっとね、一律の長があるかなと思いますんで、ここははっきりと、私の方が、そこは私の方があなたよりもレベルが上ですという瞬間もあります。あなたはそれだけのことを言っていて、今日どうですか、今までどうだったんですか、とどこをどうその論理展開で、一つの、ね、形を作ってきたんですかっていうこととか考えちゃうんですよ。だから世の中に通用しない、論理理屈本質なんだったら、それは本質ではないってことですよね。もし本質があるとしたら、今日この時点で出てる結果が全てだと思います。そしてその結果は明日も出てると思うんですよ。まあ、それに尽きるかなと思いますよね。最後にね、私は何回も言いますけども、麻雀屋のダメ親父ですよ。私にできるんですから。もっとね、賢い皆さん、もっともっと可能性があると思います。多分生涯に本当にね、カードローンとかを繰り返して、自分が使ったお金でもないのに借金をね、3000万以上作った経験がある方いないと思うんですよ。大いなるマイナスですよ。でもそんなマイナスがない方がね、私マイナス3000万、多分ね、3000数百万からなんですけど、そっからスタートして今になりましたけども、
借金なんてゼロ同然のところからあっても100万200万からなんかねどこまで行ってるのかなってことを考えたらすごいマイナスをプラスに引き換えてきたのとレースが違うわけですよ。 100m 走を同じラインから私はね 35m こっからスタートしてるわけですよ。よーいドンってやって走り始めて3秒後、どこにいますかってことを考えていくと、もうちょっと手を抜いてるんじゃないかなとかね、勘違いしてるトンチンカンの本質論に振り回されてるんじゃないかなというふうに感じますよね。はい、今回は以上でございます。これ黒いアロハ結構いいでしょ、なんかね。